です。ですね、グッドラックという番組にさっきまで出てたんですけども、なんかそのグッドラックでなんか説明しきれなかったことを後で説明してみようっていうのは、ゲスト MC の、 田村淳さんやってたんですけど、今日いなかったんで淳さんの代わりにちょっとやってみますみたいな感じなんですけど、今日は成人式中止についてのニュースについてがちょっとあったんですけども、まあその緊急事態宣言が出るかもしれないっていうのと、まあ若者がいっぱい集まってどんちゃん騒ぎとかするから成人式って良くないんじゃないのみたいなので、東京でもなんか半分以上の区で中止になるっていう話なんですけども、なんかその若い人のイベントはすぐ中止にしたがるんですよね。なんか政治をやってる偉い人たちって、そのプロ野球普通にやってるんですけど、なぜか去年高校野球中止になったじゃないですか。そのプロ野球できるんだったら高校野球だってやればいいじゃんって思うんですけど、なんか子供がやることだから別に中止でいいんじゃねえのみたいな。で、成人式も同じ感じになりそうなんですけど、まあ、成人式ってホールみたいなところがあって、そのなんか区長とか偉い人が挨拶してみたいなのがこうホールみたいなところでやられて、それ聞いてるっていうので、まあ、構造としては演劇と変わんないんですよね。で、演劇 OK なのになんで成人式ダメなのみたいな。で、まあ、墨田区のその区長さんが言ってたのが、じゃあ成人式終わった後に、じゃあ若い人たちがその飲み会とか行っちゃうから良くないっていうんですけど、その、まあ、番組でも言ったんですけど、別にその成人式なくても多分みんな集まっちゃうんですよね。もともとその地元で成人式あるよねって分かってるわけ で今時もみんな別に LINE とかで連絡先交換してるんで、じゃあ集まろうぜって言って成人式で出る時の格好で集まって居酒屋行って飲むっていうのは普通にやると思うんで、まあ、緊急事態宣言で居酒屋としばったりですけど、なのであんまりその抑止効果はないんじゃないかなっていうのもあるんですけど、あと前その録画でもちょっと喋ってたんですけども、その成人式って、まあ、地元にずっと居続ける人にはそんなに変化はないんですけど、まあ、大体の人ってその高校からはなんか別の地区行ったりとか大学で別の地区行ったりみたいなので、その中学以来会ってない友達っていうのがどうなってるか、その二十歳で確認するっていうのができる割と唯一の機会だったりするんですよね。そのなんで唯一の機会かっていうと、僕成人式以降会ってない人ってめちゃくちゃいっぱいいるんですよ。まあ、大人になると分かると思うんですけど、その中学以降会ってなかった人たちっていうのが、じゃあ成人式に会いました。で、割とそのヤンキーだった子がなんか目覚めて勉強するようになって、じゃあなんか大学ちゃんと行ってたりとか、そのヤンキーでどうしようもなかったのがなんか結婚してなんか家庭を持って普通にもう仕事してるんだよねみたいな、結構真面目になってたりとかっていうので、あ、人ってこう変わるんだみたいな。で、すげえ真面目だった子がなぜか引きこもっちゃって、なんか人前にはもう出れなくなっちゃってるんだよねみたいな噂とかを友達に聞いたりとかで、なんかその子供の時 の、 その友達っていうのがどう変わったかみたいなのがその体験できる割と唯一の機会 で結局地元に住んでるとかでもない限り、まあ、地元住んでてもみんなやっぱ行っちゃうので、その20歳の成人式以降会わない人っていっぱいいるんですよね。なのでその、まあ、1年に1回の成人式という言い方はしますけど、割とその自分の地元の人たちがどう変わったかとか、あとなんかそれ以降実はもう会わない人たちもいるっていうので、成人式は結構重要なイベントなんじゃないかなって思うんですよね。でもまあなんか中止するところが多いみたいなので残念だなと思いましたっていうのが、はい、今話してるのちょっと長いんでね、番組のその放送の中のコメントが全部伝えるのが難しいなと思って、今日言ってみました。はい、というわけでお疲れ様でした。